落ちそうで落ちない。風化する。え、ありがとう。とりあえずなんかセミライとかスパースとかゲットできましたね。ヘリやってる人いるけど全然落ちないな。一旦拠点に戻ってきました。さっきの工具棚燃やしてもいいかもな。一応ソロベースなんだね。燃やしていきましょうか。なんか入っててくれたら嬉しいんだけどな。なんか入ってるぞ。常勤美味しい、ありがてえ。スクラップも237あったね。やめてよ、ちょっと。位置バレるやん。よし、無事帰宅。今、サーバーのログイン人数がそんなに多くないんで、これ、戦車討伐、いけんじゃないかということで、まあ、急いで準備を進めてるんですけども、どうなんだろうな、爆発音したらやっぱ、寄ってくんのかな。魚振られそうで、まあ、だいぶ心配ではあるんですけど、一応、高速弾10発準備しました。3発外してもいいってことなんで、多分大丈夫だと思う。サバイバルで戦車やるの久しぶりかもな。ということで、向かいたいと思います。まあ、魚振られたら魚振られただな。高速弾は言ってクラフト、そんなにコスト重くないんで、まあ失敗したとしても、またリベンジしましょう。この拠点、木の扉だ。火炎放射レイドできそうだね。まあ、仮に戦利品ゲットできるのなら、ちょっとね、M249 はいきなりいらないんで、欲しいのはそうだな、ボルアクとか覚えてないレベル3のアイテムが欲しいですね。M249 とか来られても、使いどころがあんまりない。ということで、この建物の上に上がっちゃいましょう。輸送機が来やがった。戦車もまだ遠いですね。もうちょっとでこっち来るかな。お、中に入ってきましたね。こっち来るかな。向こう行っちゃう。撃とうか。さあ、こっち来い。ロケットランチャー構えまして、撃ちもうす。ちょ、下手すぎ。外しちゃった。撃ちもうす。やっと一発。撃ちもうす。漁夫が怖いのにな。とりあえず3発当ててる。でもなんか早いことでもう火吹いてたような気がしたんだけど。え？ちょっと待って、どうした俺。外しすぎでは。4発目。あれ？ちょっと。やばいぞ。後がないんだけど。全部当てないと討伐できない。やばくない？ちょっと俺どうした？おいおい、待て待て待て。何やってるんだ俺。戦車やってて死ぬなんて2、3年ぶりぐらいじゃないか。なんか C4 討伐で戦車に殺されることはまあたまにあったんですけど、ロケットで死ぬことってめっちゃ久しぶりのような気がする。やっぱ何気なくやってるんですけど、なんか調子は悪いな。じゃあどうしよう。うわ、やべえ、これ回復されてるかも。とりあえず、ロケットの高速弾一発拾い、ここに犬がいる。10発持ってきて、早々に3発外すって、不調以外の何者でもないわ。どうしようどうしようどうしよう。ちょっと回収に行けねえんだけど。あれ？筒がない。え？ロストして落ちてる。
もうめっちゃめんどくさいことなってんだけど。降りて拾おう。リロードして、ラストかな。うわ、壊れなかった、最悪だ。ちょっと弾作り直しておこうよ。まあでも一つ分かったことは、漁夫来なさそうだ。まあそうなんだよな、漁夫来るの確かめるために、まあ、わざと外してたんすよ。3発分ぐらいしか作れない。3発で行くか。さあ急いで上に上がっ、やばい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 、扉開いてた。撃ちます。あ、壊れた。一発で大丈夫だった。なんとか討伐したんですけど、自分の出来はだいぶひどかったですね。なんか変な安心感はあるんだけど、戦車討伐した音聞いてくるかもしれないですね。どうなんだろう、漁夫来なさそうかな。すでに施設内にいるのかもしれないけど、開けれそう。走行場の片開き、まあでも8倍スコープはでかい。まだ燃えてるな。重た、弾系だ。いや、武器出てほしいけどな。微妙。まあでも高速弾、焼夷弾、8倍スコープ、レシピ覚えてないんで、リサーチしよう。で、まああと、常勤欲しいんで、戦車の残骸も若干まで叩きに来よう。ということで、無事帰宅。いやー、危なかった。あ、あとそうだ、レーザーサイトもか。火炎放射器とジャックハンマー持って、もう一度ロケット施設向かいましょう。で、ロケット施設行く前に、行きに見た、木の扉の拠点を燃やそうかな。完全に夜になりきっちゃうと目立つので、まあ、パパッと抜いていきましょう。およー。まあ十分今でも目立つな。4。確か奥も木の扉だった。まあこの扉壊れれば工具棚かな。焼夷早く消えてくれ。目立つ。あ、まだある。てか、寝袋の数やばくない?よー。やばい、食らった。もうだるい。これも含めて不調なんだよ。よー。この位置ならちゃんと燃えるね。結局、夜の火炎放射レイド。いい感じだ。よし。あ、鍵かかってない。あららら、美味しいね。常勤の鉱石 50? え、やばいじゃん。普通にうまい。ってことは、もう一箱。これ武器。え、LR だ。やっぱそうだ。うまっ。なるほど。なんでこんな美味しいんだ。持って帰りましょう。よし、無事帰宅。早く残骸を叩きに行かねえと。LR じゃなくて AK とか入っててくれたらよかったんだけどな。さすがにそれは望みすぎか。ロケット施設向かいましょう。ということで戦車の残骸を叩いていきましょう。
取り切ったかな。常勤70、美味しい。あとやっぱりロケット施設の近くの拠点はなんだかんだ美味しいのかな。あの拠点はちょっとやばいね。2階部の壁が装甲板強化って。ということで無事帰宅。すごい服の持ち物増えてしまったんですけど、今回ゲットしたアイテムプラスタレットリサーチしようと思います。どうしような、まずコーヒー缶のヘルメットからリサーチしましょう。これまあずっと欲しかったんだけどなかなか出なかったんですよね。覚えて 5.56 の焼夷弾、まあクラフトするかどうかは分かんないですけども、一応レシピにしておきます。そして高速8倍スコープで、レーザーサイトで、タレットよし。で、今拠点に炸裂弾が3スタック弱あって、まあ、レイドも行っておきたいので次回あたり行こうかな。いや今回マジで美味しかった。